はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、今回はね、こちらの話題になります。もう嘘のような本当の投稿。ね、ちょっと久しぶりに小走りなと思ってね、ちょっと取り上げてみることにしました。いや、なんでこっかね、あっけにく。こんだけ力かかったのよ、こんなになることね。飽きにくくなったなぁ、ほんと。うん。さあ、今回の内容はね、こちらの投稿になります。はい。これね、少し前に紹介したアンプ。ね、パワーアンプ。まあ、プリメイアンプだね。スタンバイモードはありますか？電気代が気になる。この矛盾してるこの投稿。わかんない人はわかんないと思うけど、ちょっと家電品とかね、まあ、一般常識、ちょっとかじってる人は、ん？びっくりする内容なんだね、ほんとね。で、これね、これね、真空管アンプなんだけども、アンプなんです、これね。で、アンプのスタンバイモード？いや、おじいも人生長く生きてるけど、聞いたことないね。ほんと。びっくりするね。その発想がないよね。うん。で、まあ、消費電力は250ワット。ね。で、まあ、かなり消費電力は少ないんです。めちゃめちゃ少ない。ね。非常に小さいです。知ってる人は知ってるんだけども、知らない人は知らない。ね。消費電力って、これ、どういう数字なんだろうかっていうね。その機器のマックス、ね、すべてフルで、機能させた場合のマックスが250ワット上限でね、ここまでは出るよっていうことなんだね。まあ、それで、おじいもついね、ほんのちょっと前までね、ずっと使ってたテレビ、ね、日立のウーを使ってました。冷蔵庫ね、無料で引き取りに来てくれた人にテレビ持ってくる人はね、ああ、いいんですかって言うからね、もう持ってってってね、差し上げたんだけども、このウーが365ワット。ね。でも、常に365ワットで見てるわけじゃないよね。省電力、ね、マックスだと明るくて目が痺れちゃうから、抑えながら、ね。で、音も全開で聞いてないからね、いつもね。だ本当、まあ、理論値というか、最大でここまでは、使うよっていうね。まあ、そういうものです。もう電源入れた瞬間から365ワット使うわけではないです。ね。で、まあ、省エネ基準は2012年度の 100% 達成で、年間の電気代は5319円。これは、年間消費電力量を197キロワットアワーとした場合です。ね。で、まあ、だいたいこう平均値っていうかね、まあ、たくさん一日中見る人と、ね、働いてる人ではまた違うと思うけど、まあ、年間のこの電気代、ね、これを、安いと見るか、高いと見るか。ね。で、いや、これ本当ね、信じられないんだけど、おじいろんな話をしてるよね。で、まあ、この、わずか、ね、わずか、250ワットって書いてあるんで、まあ、実利用どれぐらいなのか。ね。どれぐらいのスピーカーつけて、どれぐらいのボリュームで上げて、
ね、聞くのかわからないけれども、まあ、そんなに大きいものではないっていうね。でもスタンバイモードはありますか、電気代関係なんですって。このスタンバイモード、ね、あ、今一言言いたくなっちゃったねあっつってね、あっつってね、言わないよ、ね、うんとね、まあ、言葉を選ばないとね、本当ね。でもスタンバイモードって何だと思ってるんだろう。スタンバイモードって電気を使わないと思ってるのかな。そうなのかな。ねえ、面白いでしょ。あの電気代が気になるって言ってる人がスタンバイモードはありますかって書いてあるんだよ。わかる？この矛盾。電気代が気になる人ってコンセントのあのタップ買ってパチンパチンパチンでやってるよね。そうでしょ。あのおじいも今ねエアコンのコンセントを外してあるんだけどね、あの使ってなくても待機電力がもったいないけどね。あれもかなり年間ね通すと大きい金額になるみたいで、まあそうやって皆さん節約してる方多いんじゃないかなと思いますね。うちの子供もずっとそうだったな。それでね、そのスタンバイモードを使おうとしてる、ね、だいろんなものをスタンバイモードにするんだろうね。だからすぐパッて使えるんだから、だからテレビなんかもそうだろうね。あの何時か何時でスタンバイモードをオンにしておいて、パッてやったらパッてこうつくようにっていうね。だそれにものすごい年間通したらいくら使ってるのかね、いろんな機器で。本当ね、面白いね。まあ、スマホ1個にしてもそうだよ。まあ、スタンバイモードにしないで電源切って使えばね、あの充電代が安く済むし、何でもそうなんだけど、おじいがよく言ってるのはほらガソリンだよね。ガソリンが上がった。昔はねガソリン80円とか90円だったのにね、今とんでもなく高くなった、ね、でも燃費は今の車はすごい良くなってる、ね、昔の車はあの燃費が3とか4とかね、ちょっと走る車だとね、新車で買ってもカタログスペック値がリッター5で、実際乗るとね2とか3とかザルだったよね。で、まあ、あの本当ねガソリン代を気にする人っているじゃん、ね、それこそあのあれだと思うよ。でそのガソリン代とかね、なんか今繰り出てる年利が行くけぎんじげっていう繰りが売ってくるでしょなって言いながらね、結局あのクソ高い車買わされるね、あのミサイルになっちゃうようなね危ない車を買わされるディーラーに行くとね、そんな車買わないのが一番安上がりだと思うんだけど、とにかく車っていうのはね、走らせようと思ったらエネルギーが必要で、ガソリンを食うんだよ、ね、ガソリンをねちょっとしか使わない。例えば軽自動車ね、軽自動車はじゃあポルシェとかフェラーリに勝てるのかっていうと山道以外には勝てないよね、もうバーンって直線だったら負けるよね。なんでエンジンちっちゃいから、エンジンちっちゃいからね、いっぱい食べられない。あれシャッちゃんと同じなんだよ、ね、シャッちゃんはちっちゃいからバナナ半分しか食べられない、ね、だからエネルギーもちっちゃいんだよ、ね、だからね本当ドカーンつってね、ドーンってこう走りたかったらやっぱそれなりにエネルギーをたくさんあげないと、ね、お相撲さんもそうだよね、あのちゃんこでたくさん食べさせないと力が出てこない、ね、バナナ半分だけじゃ力も出てこない、はーっつって全部そうなんだよね。一番怖いのが、恐ろしいのが、本当あの家電品とかも奴隷のように扱おうとする人ね。電気をケチってね、電気を上げないのにあれもやれこれもあれよ、この機能もあの機能もってね、これも同時に逃げないのかみたいな、ね、もっと音出ないのかとかね怖いよね。
なので、電気代が気になるんだったら、電源落とせよ。そう思うんだよ、本当。で、これ、電気代が気になるんだったら、アンプなんか欲しいなと思うなよ。ね、なんでアンプなんか使おうとするの、ね、ケチならケチなりに春日みたいに徹底して余分な生きていくのに必要のないものは興味を持たない、ね、ほんと昔の時代はブラウン管でね電気代なんかだって800ワット900ワットゼロだったよね昔のテレビってねちょっと大きいテレビになるとで一日中だってシャバなんか一日中電気つけっぱなしにしたりとかねファミコンなんかもゲームなんかもずっとプレッシャーなんかでもつけっぱなしでねすぐ続きできてるとかってみんな電気代を気にしながら遊んでる人っていないよね本当中にはね例えばラーメン屋さんに入っていやお腹すいたなーいやラーメン食べたいなーいや餃子も食べたいいやでもなんかな天津飯も食べたいなーでねでも これ食べちゃったらねで飲食代がいくらになるか食えねえなーっつってねでもお金を払った分もう苦しいぐらいお腹いっぱい食べれるんだよこれはねしょうがない話なんだよお金を払わないのにお腹いっぱいにはならないと、ね、10円20円30円しかなかったら10円20円30円分しかお腹にたまらないんだよ、ね、だ本当ね面白いのはねこの電気をとにかく使いたくないのにそれを電気をエネルギーにして音をだこういう人って電気をたくさん与えて音を大きくするといやもう電気代がってなるからチューチューこうやって聞いてんのかなあ聞こえる聞こえる聞こえるあなんか聞こえるシャバで メガホンこうやってやってあちょっと大きくなったかなあ聞こえる聞こえるって感じで、ね、こうやって聞いてんのかなねえどうしてるんだろうスマホなんかももう、これ以上、省電力できないっていうぐらい、暗くして、目を細めながら、ちょっと待って、見えないで。ちょっと待って、いいよ。LINE でね、うん、こんにちは、うん、こんにちは。はい、送信。ね。もうどうしてくるか、もう電撃とかね、もう下も喋るね。見てると思うんで、電撃来たから、ってね。すごい生活になるよ、本当ね。まあ、とにかくね、こう、生きてく上で関係ないんだよ。こういう家電品、ね、贅沢物なんだよね、ステレオ。ね、プロジェクターもそうだよ。ね、プロジェクターはプロジェクターで、ね、ファンの音が気になるっていう神経質な人ね。まあ、もう、見るかしないと思うんだよ。本当ファンの音がってね、そんな神経質だろうっていうね、ファンの音が気になるっていうね、もう動物なんか飼えないよね、動物なんか飼ったら、殺したじゃないのっていうぐらい、うるせいっつって、キャーッつって、ね、本当、せっかくなんかこうやってなんか見てたらね、なんか犬とか猫がね、だから来て、うるさい、気がついてる、キャーッて、僕、お前なんか壁、ってね、こうなっちゃうんだろうね。めっちゃ神経質な人。ね、もうファンの音が気になる人はもうプロジェクター買わないとかね。過去に言ったよね、なんだっけ、プロジェクターの消費電力が気になるとかなんだかっつってね。だから言ったんだよ。で、おじいがさ、ね、今使ってるこのオーロラ、ね、これが大体どれぐらいかってこう消費電力調べてね。一番マックスのすっげえ明るい状態にして、だいたい99ぐらいだったら、約100ワットぐらい。ね、なんで、65インチとか何インチとか分かんないけどね、そっちの方がよっぽど何倍も、ね、消費電力が高かったっていうね、そんなオチがあったんだけど、まあ、どうも皆さんね、
本当に何かを気になって使うってお茶がないんだよな。おじいも最初の頃はね、燃費これどれぐらいとかってね、よく先輩に聞いたんだけど、ね、知らないしって、なくなったら入れるしって、へえーってね、廃屋をしてね、うん、俺廃屋だもんっていうのはね、大体どんぐらい走るって分かんないのと、もうなくなったら入れるし、高速だと伸びるとかって、ね、分かんないし。まあそりゃそうだよね、本当ね。山登ったり下ったりするか、平坦なところか、ね、おじいみたいにちょっとの近距離でスーパーの往復だったら余計燃費悪いしね、本当。ドカーンって走るとまた燃費悪いしってね。だから、燃費をね、気にしてるときによく言われたんだよ、先輩に。ね、だそのね、廃屋とレギュラーの値段の差って10円ぐらいだった。ね、10円20円ぐらいなもんじゃん。じゃあ10リッターね、じゃあ埋まった人は30リッターぐらいだけど、じゃあ300円から600円ぐらいね、20円ですもんね。じゃあ月に何回入れるのってね。じゃあ月に、じゃあね、すごい走って2回入れたとしよう。じゃあ月の差額が1000円、年間で12000円、ね、10年乗っても12万円、ね、燃費を気にするんだったらすごい安く車を買えばいいじゃん。本当ね、その通りなんだよ。燃費気にしてるってアホらしいなっていう、ね、本当燃費を気にして計算してるその人生の時間ね、毎回毎回ね、その時間がもったいない。知りもしまえばね、今回受けた300何キロで今何リッター入ったからピッ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 リッターないけど、じゃあこれを書いたことによってじゃあ何が変わるんだろうって考えたことがあるんだよ。今回は燃費これぐらいだったなって、それが分かったことで何なんだろうって。ああ、じゃあちょっと燃費がね、うん、あまり良くないから、じゃあちょっと買い物今回は歩いていこうかとか、そう考えるのかなって、そうなんないでしょ。通勤で使ってる人なんてさ、ああ、ちょっと燃費伸びないから、じゃあ電車にしようかなって言うと、電車代の方が高くするだろうしね。もったいないね、本当ね。まあ、車自体、持ち事自体が、車代がかかる、燃料代がかかる、オイル代がかかる、タイヤ代がかかる、ね、税金バン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 かかる、保険代がかかる、ね、維持するだけでものすごい毎月お金かかるんだよね。だからおじいが一番もったいないんだよね。まあ、今、車ちょうど買って3ヶ月以上経ってるんだけど、まだ500キロ台、ね、全然走らないんで、コスパはそんなに良くないよね。腰は全然良くないんだけども、廃屋入れて、ブーって走ってる時の、その一瞬に価値があるんで、ね、あそこが気持ちいいなって。本当ね、おじいも、いろんな電気なんかね、パカパカ使って、まあ、節約も大事だけれども、割り切ってるよね。使うところは使う、使わないところは使わないっていうね、完全に割り切ってる。本当ね、この、アンプにスタンバイモードってちょっと意味がわからないんだよね。アンプのスタンバイモードって何っていうね。何なんだろう。で、真空管のアンプは温めておかないと音が出ないからっていう、そこまでの知識があるんだったらまだわかるけどね。でもその真空管をいつも使える状態に、要は電気を与えて真空管を温めとくっていうね、温め続けるっていうね、赤いランプをつけながらっていうね、それをずっと維持させておくっていう。じゃあ毎日使うんですか。じゃあ24時間のうち、じゃあスタンバイモードから解除するのはだいたいどれぐらいなんですかとかね、そうなるよね。何でもかんでもそうなんだけど、本当ね、電気代気にするんだったら、ね、靴を安いのにするとか、ね、一足減らすとか、ね、おじいみたいにシャツを1回買ったら10年間使うとか、ね、シャツを5枚買って、もう10年ぐらい使ってるよ、おじいぐる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 ローテーションでね。だからそうやって徹底するとか、ね、上着だってそうだよね、ずっと10年ぐらいしてから、
あの島村で1980円と日給パターンで2個買ってきたけど、ね、だ本当ね、あの必要なところにお金を使って必要な出ないところは節約するという、だこれ細かいことを気にしてるとつまらないしね、で変なケチな人と一緒にいると、な何かこう決まりなんか決めが悪くなるとか、うー見せておきいかがねえ、出て、ああ、出てもいい。それいくら、おね、いや、いいっすか、おいいよ、食べていいよ。喉乾いたら、喉乾いたら、水でいいじゃないのって言われ、だそんなんだったら誘うなよ、っていうね。そういう人っていない、ね、あの、もう気持ちよくさ、誘ったんだから誘ったで、こんなリミット設けるなよとか、あの変な圧かけるなよ、っていうね。誘って好きなもの食ってもいいよって言ったらさ、好きなもの食わせれよっていうね、あのいない、そういう世界人って周りで、あの逆になんかあの誘われてすげえ気分悪くなるっていない、そういう人っていいよね。本当ね、そのこうケチとか節約っていうのは自分の中でその人様にとは関係ないところで自分の己の中でこすってやるもんだと思うんだよ。本当ね。と思うんだよ。だからそこのところでね、このスタンバイモードがあるかないかで、スタンバイモード、このスタンバイモードをって発想自体が恐ろしいんだよね。電気代が気になるって言ってるのに、電源オフにすればいい話なんだよ。なんでやねんってね。音楽聴かなきゃいいじゃんとまでは言わないけど、別にあのちっちゃいポタ電でも買えばいいじゃん。あのね、こんなちっちゃいのソーラーパネルでね充電して、あの何日かに1回ぐらい充電できたら音楽楽しんで、あー聞こえなくなっちゃった、じゃあまた次楽しむためにちょっとソーラーで充電してって、そうすればあのスタンバイモード全然気にならないし、真空管はやっぱやめた方がいいよね。ちゃんと音が出るまでやっぱ 2,30 分最低かかるから、やっぱりデジタルアンプ、ね、でもあの電気代を気にするんだったら、だってアンプ買うときだってそのアンプ代気になるでしょ、ね、だからこのアンプは2万円近いので、これね18,999円ね、500円のキャッシュバックもらったとしても18,499円お金がかかるんで、いやあの電気代気になるんだったらこういうアンプ買わないで、もっとあのエジプテックとかああいうところから出て2000円ぐらいのね安いポータブルアンプあるんで、そういうので音を大きくして聞いたら、でもアンプ使わないで別にあの今音響のさ、音響のアンプとか、あとパワーアンプだっか、何アンプだっけ、あのなんとかアンプっていうね、あのアプリを入れた方が音がいいから、別に今持ってるスマートフォンでいいじゃん。で、あの今度じゃあ音がいいスマートフォン、Xperia とかね、 iPhone とか、まあ、iPhone は音はよくねえけど、あの Xperia とかってやったら、じゃあ Xperia を買うお金があるんだったら、いやそこももったいないから、あの楽天ハンド 5G をね注文すれば、だってすぐやめれば1080円ぐらいでさ手に入るわけじゃん。今これそうで楽天ハンド 5G で撮ってるんだけど、黒いやつでね、いつもは楽天ハンドなんだけど今充電してるんで、ね、今 5G で撮ってます、ね、だからそうするとスマホ代が、ね、スマホ代っていうか音楽を聴くこのアンプ、ね、このアンプを買わなくてもあの1080円で音が聞けるんだよ。そうでしょ。で、その楽天ハンド 5G のスピーカーに満足がいかなかったら、そしたらあのイヤホンを買えばいい。イヤホンもおじいの動画見てればね、あのローハーっていうのがあるから、ね、ハローハローってなるから、そういうのを使ってれば、ね、元取れるだろうし、元取れるからまあローハだし、ね、本当ね、おじいはね、子供の頃からね、これは本当、あれだね、その、
これどれぐらい使ったらどれぐらい電気電気代かかるのかなっていう疑問は持ったことがあるけど、気にして使ったことはないね。電気が気になるからどうのこうのってないね。全くないね。どっちかっていうと、一個一個パチパチってやるのがめんどくさいから、連動タップを買って、で、メインの電源入れたらみんなバーンってね、つく。ね。そっち派だったんで、電気をいっぱい使う派なんだよね。だって今だとこれ電気、使うのもったいないなと思ったら、うち隣の部屋行って収録すれば、明るいから、横の部屋はね。電気なんかつける必要ないからね、明るいよ、すごく。ね、本当ね、考え方次第なんだけど、そこの電気代が気になるっていうか、その電気代気になるのはみんな当たり前だと思うけど、その生きていく上で関係のない娯楽に対して、その音だったらね、音質とか、その音量とかに関わるのが電気代なわけなんだよ。だそこをけしってて、こういうアンプに興味を持つこと自体が、まあ、興味を持っちゃいけないとは言ってないけど、無理があるよ。で、例えば、こういう人が、じゃあ、まあ、買わないと思うけど、じゃあ、買ったとしよう。ね、買ったとしよう。じゃあ、アンプを買いました。じゃあ、アンプを買ったら、電気代が気になるから、あんま使わないじゃん。ああ、もう一個聞きたけど、ちょっと電気代気になるから、今日この辺にしとこうしって。ね。キョンキョン終わったらね、明日こっちは丸髪聞いたけど、できできないから、また次にしようってね。すまんねえじゃん。ほんと。そう思わない？だってそれがさ、テレビにしても何にしてもそうだけど、ね、年間使ったって大体これぐらいの数字なわけで、人によって何倍使ってたでさ、だから使ったって、年間テレビ使ったってね、1ヶ月テレビだけで1枚はなかなか使い切れないよ。ほんと。ね。どんだけ見放題で見てもそんなに使わないよ。ほんとね。だね、こういう電気代のレベルを考えると、この電気代って、まあ今確かに電気代が2倍、3倍、4倍って上がってさ、おじいも電気代、ね、ぼったくりの悪い業者にね、8000円ぐらい上乗せされて、ね、3万円近かったけど、まあ、中部電力だったらね、うちだったら2万1000いくらぐらいって言ってたけど、ね、すげえぼったくられたけど、まあ、それでもそこで死んじゃうわけじゃないし、で、電気代はすごい取られたなと思っても、じゃあ、頑張って仕事して、ね、YouTube いっぱい動画を作って、じゃあその分広告し、ね、収益で皆さんに見てもらって、じゃあ電気代稼ごうっていう、そっちの方を考えるもん。ほんと。やーべ、電気代ぼったくられた、チキショーって言いながら、そのネタ使いながら、ぼったくられたーって言いながら、バンバン動画作るもん。ね、冷蔵庫だってそうじゃん。ね。冷蔵庫も、修理代1万数千円ね、かかって、ただ、電源引っこ抜くだけで治ったのに、それを知識がないから、取られた。みんな、これ知ってるって言いながら、そしたらたくさんの人がね、修理出さないで済みました、ありがとうってもらいながら、アクセスがいっぱい、ね、もう、8万アクセスとか、ね、あ、それはリモコンか、ね。まあでも、ものすごく、冷蔵庫の動画にしても、1万数千で5、6千ぐらいって、すごいやっぱ出費は大きかったけども、でもその動画を作ったことによって、みんなが見てくれた広告収益でもう元取れてるんだよ。その時の修理代が。この長い年月、ね、数年間かけて元取れたんだよ。それがね。だね、本当に、この電気代が払えなくてケチなんか、でもなんかもったいないっていうか、楽しむためにお金を払うのがケチなのか、でも本当、なんかアイスとかなんか買って、トッピングでね、チョコかけたりとか、もったいないから、いや、バニラのままでいいとか、ね、チャーシュー麺もったいないからラーメンでいいって、いるじゃん。
それはまだチャーシューが1枚の乗ってるってね、乗ってるラーメンだったらね、まあ、チャーシュー麺だって5枚だけど、普通なら1枚だけどって言いながらね、チャーシュー麺にするとな、200円、1枚50円か、なんて言いながらね、チャーシュー麺食べたいけどな、普通なのでいいやって、それで我慢する人はいると思うんだけど、ね、でもそこで食べた方が幸せじゃん、すごく。ね。だからさ、チャーシューの入ってないラーメンを2回食べるんだったら、チャーシュー麺を1回食べた方がいいよ。なんか、だって2回ラーメン屋さんに行って、2回チャーシュー麺食べたいけども我慢しようっていう、その、妥協して嫌な気持ちを2回しなきゃならないじゃん。で、前回店だったら、うわー、まあ、もったいないからね、って言いながら、それずっとこう染みたりでずっと引きずるわけじゃん。でも、一回だけラーメン屋に行って、チャーシュー麺って言って、うわ、美味しいこれこれで、うわぁ、3枚食べてもまだ2枚ある。うわ、幸せうまいなぁ、チャーシュー麺って言いながら食べたのが、美味しかったなぁ、っていう満足が、ずーっと残るわけじゃん。後に。そうでしょ？だからね、すごい損だと思うんだよ。なんか、電気代が気になるとかって。エコとかさ、節約を否定するわけではなくて、おじいがいつも言ってるじゃん。物は価値観だし、使うところは使って、絞るところは絞る。そこのメリハリ出ないと、生活がルーペになっちゃうんだよ。何から何までみんな持ってね、もう住むとこいらねえ、もったいねえ。ね。食べるのにお金出すともったいねえ。ね。なんか拾ってくなり、配給行くなりね、なんか糸垂らしてなんか釣れるかなとかさ、それでもう着るもの、買うものももったいねえね、どっかで落っこってねえかなってね、結局何でもそうなっちゃうじゃん、ね、それの入り口の始まりなんだよね。だから本当ね、スタンバイモードがありますかとか、電気代気になるっていう、まだその段階は、まだこういう娯楽品に行かない方が絶対に幸せだと思う。ずーっと使い方がケチな使い方するから。ほんと。わずかその電気代の差にしてもね、ビビたるもんじゃん。シリ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 って聞いても、バーデンデカデンデカデンって聞いても、ビビたるもんだし、30分聞こうが2時間聞こうが、そんな大した差じゃないんだよ。ね、だここでこの電気代を気にする人ってのは遊園地とか行けないじゃん、ね、絶対に人とご飯食べたりすることもないだろうし、ね、島村しか行かないだろうし、ね、そうなっちゃうんだよ、ね、だ本当ね、損だよ、まあ、おじいが言うのもなんだけど、気がついて振り向いてみると、人生ってこんなに短いのかっていうぐらい、せっかくなんかいろいろね、だんだんいろんなことを覚えて、ね、要領をつかんで、さあこれからっていう時に体はあちこち悪くなるし、もう残り寿命少ねえし、ね、人生はやっぱちゃんとしっかりと元気な時にね、いろいろ楽しめなかったら、ね、損だったなっていうね、本当最近つくづく思うからね、このもうスタンバイモードありますから、こんな気持ちが全くないもん、本当。でも本当、パソコンなんかもずっとつけっぱなし、ね、ウィーチャットとか連絡来る来ない関係なしに、来たらすぐにもうピコピコってこう分かるように、何かがあったら即座に対応できるように、ね、それがやっぱおじいがこう、小回り化して、ね、やってる、ポリシーでやってることなんで、そこに電気代がもったいないというのは発生しないしね、ログが、英語とか中国語で来た場合、スマートフォンの方には、ログは残るよね。でも、わかんねえじゃん、何言ってんのか。で、パソコン起動しても、ごめんなさい、もう一回書いて、とかってね、言うのも大変だし、ね、相手に失礼じゃん。だね、やっぱりその
本業として YouTube をねやってる以上はやっぱり先方さんにね迷惑がかからないように、ね、まあ、そこのところを持ってずっと電気はつけてログは全部残るような状態にして出かけてるけどね、うん、それをもったいないと言ったらもうキリがないし本当ね、うん、この電気だってそうだよね、充電したもう充電してなくてもう今この時期になるともうポータブル電源フル充電してももうどこに持ち帰り余るんだよ100ワットパネルあると。だからその余ってる電気でLED のね照明ライトを使えばこの電気は中部電力から買ってるんでお金が高いんだよ。だからただの電気でポータブル電源からこうやって当ててやればね電気代かかんないじゃんね。えでもこれ立ててねよくつまずいたりとかめんどくせえなってのがあるからね。でそこはもうお金を払ってでもこうやって取るっていう、ね、そうやって選んでるんだよ、ね、うん、だその価値観っていうのは人それぞれなんだけどもおじいからのアドバイスとしてはこういうのを気にしてる間はやめた方がいい。楽しめないから、ね、あれと同じだよ。タクシー乗ってる時にさ、ああ、どこでメーター口なくないわけで、あ、もういいね、ここでいいですって。そこまでじゃなかったんですかね。で、じゃあ止まりますよ。ガチャ、メーターガチャ、もうちょっと行ってください。って、ね、行くんですかで、それを気にすると、おじいもね、子供の頃に、おばあちゃんからバス代もらうじゃん。で、バス代もらって、お家帰ってくるときに1個手前で降りるだけで違うんだよ、30円ぐらいすごい違うんだよ。で1個手前で降りるとお小遣いが増えるから手前で降りてたんだけどこれもう1個手前で降りるとどのぐらいなのかなって言いながらね結局2個前とか3個前で降りたあこんなに違うんだとかね。そこからくたびれて帰ってくるんだけどね、親がよく心配でおかしいね何時のバスに乗ったっていうからもうそろそろご飯なんだけどまだ帰ってこないってねよく心配されたんだけど汗びちょびちょになって帰ってきて ね, ね、まあそういう時期もね子供の頃はあるけれどもねアンプで聞きたいっていうそこの余裕出る時っていうのはもうちょっと先でいいんじゃないのかなと思うよ。車なんかもさ、使うとこ行ったらね、最初はだって、車の面、ね、別に、新車で GTR 買わないと走れないわけじゃないわけだし、ね、最初は中古でさ、ね、もう全部込み込みで、ね、15枚とか20枚ぐらいのポンコツの車買って、で、あちこちぶつけて傷つけながらね、ボコ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 走ってって、ね、で、覚えてから、その間に、仕事とかバイトしたからお金を貯めて、で、貯まったらお金買えばいいわけだから、車ね。うん、とそう思うよ。でも、やっとお金が貯まったところで、ね、無理して背伸びすると、あと続かないんだよ。でおじいもお小遣い、もらえてない時期、まあ、いろんな落ち詐欺であったんだね。お小遣いもらえなくて、で、資料が欲しいってね、うちの姉貴はねおじいちゃんが死んじゃう前に高校入ったんでお祝いで買ってもらえた。で自分も、もう早く12月にね専門学校決まったんで報告に行ったんだけどおじいちゃんがもう寝込んでた時期でねで亡くなっちゃった、ね、なのでねお祝い買ってもらえなくてですよね。で、それが欲しい。しょうがないし、おじいちゃん死んじゃったんだから、つってね。買ってくれるって約束したのに、つってね。結構子供の頃、なんか、だからこれってね。で、なんか安い文字らしいよね。なんかテレビショッピングでやってて、ね。5万9800円ぐらいかな。ね、で、うちの親父がね、月々の支払いをね、じゃあそれ、小遣いでね、やるからっていうことで。で、ありがとうって言って、買ったはいいんだけど、
本当にもう3000円もらって3000円の支払いに使ったら何も残らないんで、だからレコード買えない、テープ買えないね。そうするとチャリコで頑張っておばあちゃんとか行って肩揉んだりとかね、お小遣いもらいに行ったりとかね、瓶とか集めてね、売りに行ったりとか、そうしないと何も買えないんだもんね。やっぱりね、何事もちょっと余裕がないと大変ってお話、ね、あれも同じなんだよ。開業資金もそう、ね、お店を借りていろんなものを入れて使うのに300万円ぐらい見積もりでかかった。じゃあ300万円貯めたらじゃあお店始めようってね。ダメだね。お店始めて半年向こうぐらいまではお客さんが一人も入らなくても家賃を払って、ね、材料を仕入れてやってくるぐらいのお金を余裕を持って貯めていかないと、もう本当火の車状態で、ね、波に乗れるまで持たないじゃん結局。そうでしょ、ね、だからね、本当このおじいからはね、このスタンバイモードはありますか、電気代が気になるっていうね、もうこの電気代が気になる人には絶対やめた方がいいよっていう。それはね、いいよってお勧めしたりとかね、買ってもらえればね、リンクから買ってっていうのはプラスになるけども、こっちはこれから絶対お勧めしないもん。プロジェクターもそうだし、ね、このプロジェクターよさそうですけども、ファンの音はどうですか、ああもう音するからやめた方がいいよ、テレビにした方がいいよってこう言うし、ね、何でもそうです、ね、まあもう一個のねキーワードではね、何かが気になる人、もう気になる人は気にならない生活をすればいい。ね、本当に。カーってね、カスガみたいな生活をして、で、一発当たればね、もう全然苦労しなくなるわけだから、ね。そうなってからガンガン使えばいいし、ね。そういうもんだと思うよ。それはソニーのね、昔の映画館にあったの、これ信号館のやつ、ね。あれも、確か200万ぐらい、二十何年前か。だから今だったらいくらか分かんないけど、信号管のやつ買えばいいわけだからね。あれも、多分そこら辺100ボルトの電源じゃ動かねえと思うけど、今の時代はさ、ね、おじいもスーパーカーの YouTuber さん知ってるんだけどね、スーパーカーの電気自動車を買うために、駐車場を改造して、で、200ボルトだかなんだかね、この、専用の、振って、ね、電気。要は、オール家電のあれをやるようなもんだよ。ね。それを、引っ張って、こう、設備をつけて、ね。で、ここにこう、ガチャンとつけて、専用で、充電車で。そこの設備まで作らねえと、そのスーパーカーが買えないっていうね。スーパーカーの、ね、スーパーカー代はあっても、スーパーカーを充電するための設備をしっかり整えなきゃならないっていうね。当時ね、そうなんだね。いろんなところにいっぱいお金かかるんだね、と思って。まあ、当時ワクワクしながらね、見てたもんだけどね。まあ、すべてのことに言えるんです。ね。まあ、スタンバイモードね。まあ、スタンバイモードのあるアンプはおじいは知らないけれども、ね、デジタルアンプでいいと思うよ。なんで真空管に行くのかなっていう。で、デジタルアンプも、お金かかるしね。でさ、ね、もう、この方には絶対アンプをおすすめしたくないんだよ。なんでかっていうと、じゃあデジタルアンプだったら電源のオンオフでね、もうタップで充電させなければいいんで、電気代気にならないじゃんって言うとするじゃん。ところが、デジタルアンプって、じゃあ12ボルトの AC アダプターと24ボルトの AC アダプターを比べると、音が全然24ボルトの音がいいんだよ。激変するんだよ。過去の動画にもね、ある通り。だからね、どうして聞くんだったら、いい音で聞きたいって思うでしょ？だったら電源を、
あの純正のやつだったね。例えば2000円で買えるけども、この間紹介したのそうだったね、光のやつ。あの純正の電源式だったら2000円上乗せでも3000何歩で強化電源買った方がいいよってお家をお勧めしたけども、ね、それと同じ。ただあのいやそこまではいいよ、聞ければいいよって、聞ければいいんだったら、だったら別にアンプじゃなくてもいいじゃんって思うんだよ。でしょ。だ本当にさ、なんかこうカニが食べたいね。でカニは食べたいけども、お金が気になります、ね、じゃあカニカマでいいじゃんって、ね、だ本当ね、カニカマだったらそんなに気にならないでしょ。でも G はそのね、カニカマを買おう、カニカマ代ももったいないなと思うんだよ。カニカマ食べないのが一番いいなと思って、ね、でおじいだったら別にそのカニカマを100回食べるよりもたった1回だけちゃんとしたカニ食べた方がいいもん。本当うちの親父がさ、毛ガニが大好きでさ、でまだ YouTube とかね、こういうのも全然もう元前ね、もう本当30年ぐらい前だけどね、北海道で知り合った、ネットで知り合った人がいて、でうちのね、あの身内がね、浜入でやってるからね、あの安く送れるよっつって、料亭なんかでね、送る暮らしに1キロ級送れるよって言うもんで、本当っつってね、で処理を込めてね、で何匹だかな、うんと3匹だか4匹で3万円ね、でいいよっつって、でそれでよすっげえ、えらい値段いいなって思うけど、でも こんなの絶対あのお店で買えない大きさだよってね、で頼んだんだよ、ね、そしたら本当にもうカチカニ生きた状態でね、うやーってうやーってかね、生きた状態で毛ガニね、で測ったらもうあの 1.2 キロとかね、本当にでっかいやつで、もう この小指のここすらこんなん太くて、うーってこう食べるぐらいの、一番ここのところってね、くつーってやって終わりじゃないのって、吸っておりじゃないのって、もうしっかりと太いんだよ。普通の毛ガニなの手ぐらいあるね。ああとね、うちの親父が喜んでね、本当で、その後にあのなんとか小僧とかね、ああいうのの B 品とか、あの1本ない2本ないとかね、ああいう B 品がヤフーとかいうので売ってたんで、あの訳ありでね、でやっぱあの安いよね。でそういうところでカツガニで買ったんだけれども、でもやっぱり味は落ちるんだよ。しかもそんなあのでっかいので、あの名前だかな、でっかいの買っても 700g が精一杯だったかな、 1kg 超えだったよね、やっぱ売ってない。でね、味も全然違うしね。でもう味噌がある味噌がないっていうのもちゃんともう見ればわかるからね、半分味噌がない半分味噌があるで来るんで、送ってもらったのはちゃんとしたものを送ってくれたんで、一番最初のね、その知り合いが送ってくれたのは、あのカニがやっぱ一番うまかったなっつって、でよーしと思って楽天で買ったりとかヤフーで買ったりとかね、あとは魚センターで買ったりとかいろいろ買ってきたけれども、やっぱかなわなかったんだよ。だその後何回か食べても外れだったねって、中途半端にお金を出して2万円とかで、あそんなでもなかったねって言いながらずっと食べたから、だったらやっぱ一番最初にお金を出してちゃんとしたところでね、買ってもらって、それでも安く買えたんだけどね。でもあの3万円出してね、送ってもらったあの毛ガニが生涯親父が死ぬまでずっと言ってたんだもん、あのカニはうまかったっつって。でも当時ね、大学生だったんだよね、そのネットで知り合ったその子がね、本当にいつもお世話になってるからね、本当儲けなしで送るよって言ってくれてね、だ本当ね、ちゃんとしたものにお金をかけた方が自分の人生の中でプラスになるってこと、ね、だ禁煙したね、こうお金をドブに捨てて税金で灰に燃やしてる話をね、この間もしたけども、そのお金を貯めて
で、ホテルに行ってね、で、8000円のフカヒレに、で、2800円のエビチャーハンに、ブワッとかけて、ガンガンってやって、カッカッカッってカックなって、ね、うん、クタクタ、つって。これはやっぱ、ずっと記憶に残ってるし、満足感でね。そういったものだと思う。ちま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 、なんか、中途半端に妥協したものを買ったりとか行くと、なんか、楽しかった記憶に残らないし、何か物を買った時に、おじいのアンプもそうじゃん。V771 買った後に577買って、で、やっぱグレード落ちるんで、もう初日に気に入らなくて、で、もう外しちゃって、ディスプレイになっちゃったっていうね。何も使わないっていう。そういうあれがあるんで、ああ、もったいなかったな。やっぱりじゃあプラスね、2万円出して、やっぱ同じクラス買えばよかったな、つってすっきり後悔してるけど、中途半端がね、やっぱ一番よろしくない。だからね、おじいが伝えたいのは、何にしてもそうなんだけど、まあ、アンプに興味を持った方とか、イヤホンに興味を持った方も全部そうなんだけど、もう何かが気になってもったいないなって思う人はもう一切一回撤退した方がいい。中途半端は絶対よろしくない。ね、そう思います。ね、はい、まあ、そんなわけでね、まあ、別に今回この人はこうじゃないけど、こういう例えだからね、今回拾ったのはね、おじいは、まあ、昔からまあこういう細かいのはあんま気にしたことがないんだよ。うん、接着するとこはすごい接着してるけど、接着しないところはすっきりしないから。これでちょうどトントン保ってるんで、ね。うん、まあ、今回は、ただ、スタンバイモードありますかね、びっくりしたんで、今までも一回もないし、今後も絶対こういう内容は来ないと思うんでね。あ、面白いなぁと思って、ね、ちょっと拾ってみました。はい、終わり終わり。皆さんのご意見もね、またいろいろ聞かせてください。またね、バイバイ。